公会、聖教会で聖人とされる人物。靴屋や聖画は、比較職人の守護聖人。聖クリスピヌスとクリスピニアヌスの殉教、聖クリスピヌスとクリスピニアヌスは、双子の兄弟で、三世紀に、ローマの貴族の家に生まれた。信仰の迫害から逃れて、ソアソンにたどり着き、そこで、ガリア人に、キリスト教を説き、夜は靴を作った。不況は、 順調だったが、ガリア・ベルギカ・総督リクティウス・ウアルスの耳にも届き、ウアルスは二人を拷問の末、斬首刑に処した。286年頃のことである。6世紀になって、ソワソンに兄弟を祀る教会が建てられた。聖クリスピヌスとクリスピニアヌスは、ケントのフェイバシャムとも関係がある。2007年の初めに、ストリート。 メアリー・オブ・チャリティ教会の南側楼に聖クリスピヌスとクリスピニアヌスの祭壇が作られた。聖クリスピヌスとクリスピニアヌスの墓と言われる墓がローマのサンロレンツォ・インパニスペルナ教会にある。聖クリスピヌスとクリスピニアヌスの生命祝日は10月25日である。カトリック教会は第2バチカン公会議において二人が実在したという。 証拠が不十分であるという理由で、カトリック教会の成人歴からその祝日を取り除いた。確かに、靴屋であること、双子であること、祝日のタイミングは、二人がその地方のケルト神話の神の象徴で、集合の結果として成人になった可能性もある。しかし、イングランド国教会の成人歴には、まだ残っている。 聖クリスピヌスの名を最も有名にしたものは、ウィリアム・シェイクスピア作のヘンリー5世の中で、アジャンプールの戦いの直前のヘンリー5世の演説だろう。この演説の中で、クリスピニアインの名前が、クリスピアインと綴られている。おそらく、シェイクスピアの時代のロンドンでの発音だけでなく、弱境をご捕獲に合わせる意味もあったのだと思われる。全文は、以下の通りである。 今日は、クリスピアン祭りと称される日だ。今日死なないで帰国する者は、この後この祭日が来た時には、クリスピアンの名を聞くと同時に、足をつま立てるであろう。今日死なないでおいに及ぶ者は、年々この祭りの前夜に隣人を今をして、明日は、聖クリスピアンだと言って、袖をめくって、古傷を見せて、こりゃクリスピアン祭りに受けたのだというだろう。 老人は忘れっぽい。何もかも忘れるだらうが、この日にしたことだけは、利子をつけて思い出すだらう。その際、彼らの口に、俗言のように感謝するのは、我々の名だらう。オーハーリー、ベッドフォードに、エクシーター、ウォーリックに、タルボット、ソルズバリーにグロースターを、彼らは並々と注いだ支配を挙げて、また新たに思い出すだらう。古ュがこの話を、 その息子に伝えるから、今日から、世界の終わるまで、クリスピアンが記載すれば、我々のことは思い出される。我々は、我々幸福な少数は、兄弟団とも称すべきだ。今日私と共に血を流す者は、わしの同胞なんだから。どんな非戦なものも今日でもって、鬼神と同列になる。イギリスで今寝ている。鬼神連は、後日制クリスピアン祭りに、 我々と一緒に戦った。誰かにその話を聞きゃ。きっと、今日ここにいなかったのを、残念があり、男がスったように思うだらう。坪内商用、わけこの演説は、様々な小説、映画で引用されている。ありがとうございます。